どうもこんにちは、セミの泣き殻です。この間僕は沖縄に行ったんですけど、ちょっと採集をしまして、その動画も上げているんですが、覚えてる方いますでしょうか。今回は沖縄を少しイメージしながら、その子たちの飼育環境をビバリウムとして作っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今回使うのはトップクリエイトというアクリルケージですね。はい、だいぶ前に買ったやつなんですけど、ちょっと蓋の開ける時の音が嫌であまり使っていなくて、植物を保管する倉庫みたいな感じで扱っていたんですけど、今回入れる生物がカタツムリということで、あまり上が網蓋になってなかったりした方がいいかなと思って、今回はトップクリエイトのアクリルケージを使います。そしてメインのレイアウト素材はこちらですね。まず琉球石灰岩というものです。首里城近くで捕まえた子たちなんですけど、首里ケマイマイというのでね、その名の通りなんですけど、言ってもわかるように本当に石灰岩ばかりで、捕まえたところでも石灰岩があったので絶対使いたいなと思っていたんですけど、ホームセンターに行ったらね、量り売りされていて、1キロで170何円とかで、うわラッキーと思って、この石たちを使ってレイアウトしていきます。もう一つ白い石があったなということで、こちら、軽石なんですけど、地下工にされた軽石ですね。これも活用して使っていきたいと思います。これはもう何年か前に買っていて、ずっと使ってなかったやつなんで、ようやく使えて嬉しいです。そしてあとはコルクですね。壁要因で使っていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。まずいつも通り壁面から背面から作っていこうと思います。今回からね、机が片付いたんで机の上でやっていきたいと思います。こうやってアクリルケージを倒して背面を作っていくんですが、今回もレンジが鳴っていますね。今回も発泡ウレタンを使っていきたいと思います。発泡ウレタンっていうのは、吹きつけた時は泡のような、まあ、変な物質なんですけど、それが乾くと材質は発泡スチロールのようになって、軽くて加工もしやすいので、海外とかではよくテラリウム作りに使われたりしています。普通のホームセンターとかで売ってる発泡ウレタンを使っていきたいと思います。別に生態に影響はないので全然使って大丈夫ですね。水と反応して固まるそうなので、一応霧吹きをささっと吹いておきます。はい、ブクブクと吹いていきます。こんな感じで隙間なく埋め尽くしていきます。もう何倍にも膨れ上がるので、その分を考慮してやらないとケージ内がパンパンになってしまうなんてことがありますので、注意してください。はい、吹き付け終わりましたので、レイアウトをしていきます。これはもう接着剤の扱いなので、どれだけ重い岩を置いても、まあ、経験上はマジでホールドしてくれますね。石とか木とか乗せても、固まったらそれを逆さにしても落ちないぐらいホールドしてくれるので、かなり便利な商品だと思います。はい、まあ、コルクを今置いちゃったんですけど、まあ、これが結構な範囲を占めていて、石灰岩メインっていう感じになんなかったかもしれないけど、まあ結構うまくいったんで満足はしております。はい、もうだいぶ膨らんでて、石を乗せてもブワーっと圧力で横に流れてしまう待っていますね。そのままレイアウトをしていきます。はい、30分ほど経ちましたね。表面は固まっていて、中はまだちょっと空洞というか固まりきってないという状態にありますので、今からする作業は、こんだけ膨れ上がってしまったら他の石とかも飲み込んでしまう可能性があるので、落ち着けよって感じでぐいぐい押し込んでいきます。製品の使用上は完璧に固まるので触らないでくださいって書いてあるんですけど、実際本来とは違う使い方というか、断熱材とか充填材とかに使われている使い方ではないので、これに関しては問題ないと思います。はい、落ち着かせ終わりました。テストとして一回傾けてみましょう。はい、完璧クリアですね。本当にビクともしないし、揺れもしないのがすごいですよね。このままだとめっちゃ気持ち悪いことになってしまうので、これから加工をしていきます。カッターで切ったりちぎったりして、他のレイアウト素材となじませるような感覚でトリミングをしていきたいと思います。これはもう感性というか、適当にやってもそれっぽく見えると思います。必要ない部分たくさんあるのでね、たくさんカットしていきたいと思います。そしてお次なんですが、流木をレイアウトしたいと思います。枝ぶりがいい感じのやつを選んで適当に配置していきます。この固定はシリコンで行いたいと思います。発泡ウレタンで固定しちゃうと、もっとブクブクなってめんどくさくなるかなと思ったんで、これは時間かかってもいいから作業してるうちにね、固まるだろうしなと思ってシリコンで接着をしていきます。ちょっと怪しいところにはセロテープをつけてるんですけど、まあ、セロテープ自体もあんま粘着力ないし、その石とかってあんまテープ向けじゃないじゃないですか。だからまあ本当に気持ち程度ですね、接着を続けていきます。はい、接着が終わりましたので、横面も壁を作っていきたいと思います。横面はまた発泡ウレタンやるのめんどくさかったんで、コルクと土壁で終わらせようと思います。横にも壁を作る理由はですね、カタツムリってやっぱ壁面を這うじゃないですか。で、そこに糞とかしてしまうとちょっとガラス面が汚くなってしまうので、その面積をなるべくなくしたいということで、横面も作っていきます。
はい、極細枝流木も瞬間接着剤で貼り付け最中でございます。はい、一旦全体を見せようと思います。左右にはコルクの壁、後ろには発泡ウレタンと琉球石灰岩、鉢型の軽石とコルク、流木という感じでレイアウトになっています。今回新しい試みとしてオアシスを埋め込もうと思っていて、園芸用オアシスですね。これによって湿度を保持して、水分を保持して、この後土壁塗って苔を植えるんですけど、その土壁が乾かないようにオアシスを埋め込もうと思います。瞬間接着剤のゼリーを後ろにつけて貼り付けています。横面にも苔を貼るつもりですので、しっかりと貼っていきます。はい、イモリウムを作ってる方の動画を参考にしたんですけど、結果はいかにという感じですね。あらかじめ湿らせておけばよかったなって今思ったんですけど、そのうち湿度とかで水分吸収してくれるかなと思います。そしてさっきから言っていた土壁を作っていこうと思います。今回はかなり細かく砕いた水苔と一緒にテラメーカーパルダ、こちらですね、視聴者さんが僕の欲しいものリストからプレゼントをしていただいたものです。はい、ありがたく使わせていただきます。本当にありがとうございます。欲しいものリストいつでも公開していますので、気が向いたら覗いていってください。はい、テラメーカーパルダと水苔を混ぜて少しでも保水性があるようにしようと思います。水と混ぜて粘土を作ります。これを塗りつけていく形ですね。はい、余分なセロテープを取って、オアシスの乗ってある部分とか発泡ウレタンがちょっと露出しすぎてるなという部分に土壁を塗っていきます。はい、なんか白を基調にしたレイアウトにしたかったんで、ぶっちゃけこの発泡ウレタン見えててもよかったかなって思うんですけど、やっぱそれより緑を植えたいので、緑には苔ですね、苔には土が必要ということで、今回は割と土壁でだいぶ塗りたくっています。土壁塗った後はね、なんかこれじゃない感あると思うんですけど、その後苔を植えたら一気に雰囲気出ると思いますので、それまでちょっと我慢して見ていてください。これにはですね、隙間を埋める役割もあって、変な隙間があると生き物が入り込んで出られなくなってしまって、そこで死んじゃって腐ってっていう、ちょっと嫌なね一連になってしまう可能性があるので、無駄な隙間はここで粘土でしっかり埋めていこうと思います。最初の方はスプーン結構便利に使ってるんですけど、やっぱ一番使えるのは自分の手で、最後の方は結構指でガシガシやってますね。何回も手洗って、何回も手汚して、何回も手洗ってを繰り返していました。ゴム手袋をつければいいんですけど、パッツパッツのゴム手袋だったらいいんですけど、それがないんでね、ちょっともう素手でやっちゃってますね。テラメーカーパルダを素手で触る自体は何も影響ないので、人体にそのままゴリゴリ進めていってます。はい、そして一工夫ですね。下の方の発泡ウレタンは露出して石灰岩に寄せようと思っているんですけど、ちょっとさすがに真っ白すぎたので、テラメーカーパルダのなんていうか泥水をちょっと塗ります。ちょっと色薄ければね、もっと琉球石灰岩に近づいたんですけど、まあ、これでも十分だろうということでやっております。はい、土壁塗った後はこんな感じですね。やっぱまだ黒すぎてこれじゃない感がありますが、こっから植栽などをしていったらもっと変わります。一応テストとして上蓋も入れてみます。はい、クリアですね。もう順調にいってる感じが超楽しいです。次はですね、下の床材を広げていきます。まず下には排水槽として軽石を入れていきます。これは水をあげた時に水の行き場がなくて、土でべちゃべちゃになって植物の根腐れとか床材の腐敗とかが起きてしまうのを防ぐために、下に排水槽を作って水の逃げ場を作ってあげます。排水槽である逃げ場から水を出す加工もする方が多いんですけど、ちょっと僕めんどくさくて、まあ他でやってても大丈夫なことが多いので、今回は加工はなしでやっていきたいと思います。で、鉢底石と床材を分けるためにこのフィルターですね、 X の方でも質問あったんですけど、これはだいたい丈夫フィルターのウールマットとかを使ってる方が多いんですけど、僕はアクアリウムやってないし、わざわざ買うのもあれなんでって思って、換気扇のフィルターを使っております。これでも全然有用ですし、まあ鉢底ネットとかでも使えますね。はい、これをサイズに切って当てはめていきます。これちょっとね、もどかしかったですね。流木とかが突き刺さってて難かったんですけど、これがないと排水槽をしっかり作ったのに、そこに土が流れ込んでしまって何も意味なくなってしまうので、ここでしっかり土留めをしておきます。水は
通すけど床材は通さない、それが理想ですね。はい、できました。下にはですね、最後の琉球石灰岩を置きたいと思います。これでちょっと主役感があるかなと思います。そしてですね、なんかいい感じのくぼみがあったので、ちょっと見逃せなくて土を流し込んでおきました。苔をそのうち入れます。こういう石のくぼみとかにね生えてる苔って最高ですよね。はい、まあ、翌日なんですけど床材を作っております。赤玉土と黒土ですね。であと手裏剣マイマイが腐った朽木とか枯葉とかを食べるそうなので、安手とかもいるので、このクヌギマット土を入れてみたいと思います。なんかもっとね朽木っぽいマットかと思ったら普通に土だったんで、まあ、あんま意味ないと思いますね。はい、ということで入れていきます。奥が高く前は狭くはもう定石ですね。奥行き感とか立体感を出すためです。終わりましたら水を含ませます。最初から水含ませても良かったんですけど、入れづらくなるので、はい、固まってしまって、サラサラの状態で流し込んで最後に水をあげるという感じでやっていきます。忘れないうちに上の鉢にも土を入れていこうと思います。ちゃんとこの鉢を鉢として活用して植物植えますので土も入れます。はい、植栽をしていきましょう。まずメインというか目立つ場所にこちらですね、セントポーリア、ミニセントポーリアですね。100何円とかで買った、ジョイフルホンダで買ったやつですね。まあ、岩タバコっていう日本名なんですけど、岩に生えてる感じするじゃないですか、名前的に。じゃあお前だろうということでここに植えています。いい感じの位置ですよね。そしてもう一つ、沖縄感というか南国感があるような植物があってですね、なんていうの、アークプテリス、アクティノプテリスか、オーストラリアだっけな、字幕で出すんですけど、尾崎フラワーパークで買っていて、でかいのを使おうと思ったんですけど、でかすぎたんで困ったなと思ってたら、ちっちゃい小株がついてて、わらっきーということでこれを使いたいと思います。結構ね、なんかヤシっぽくていい雰囲気出してくれると思います。結構レアなシダらしいですね。600円とかしましたね。はい、そしてこちらが一番メインだと思うんですけど、だいぶ前にガジュマルの木を挿し木していて、はい、その挿し木の伸びた子を植えていきたいと思います。ヒョロ長いんですけど、このヒョロ長さがいいなと思って植えています。自然界でもこういう苗木ってあるじゃないですか。でっかい木の根元をよく見てみたら、ヒョロってモミジとかもよくありますよね。ヒョロッと一本出てるなみたいな、そういうイメージで植えています。ちょっとでかすぎるんで、いずれ安定してきたら剪定して葉っぱをいっぱい出させようと思います。お次の植物はですね、こちら屋久島雪の下、矮小化の雪の下ですね。マジでちっちゃくて細かくて可愛いので、増やそうと思ってダイソーの容器で育ててたんですけど、見事に結構増えたんで、今回ここで使っていきたいと思います。なんかこの植え方あれみたいですよね、アクアリウムやってるみたいですよね。ちょっと間開けてみたいな。そのうちここら辺一帯が姫雪の下で埋め尽くされたら、もうめっちゃ可愛いだろうな。あとはもう苔とかツタを配置するだけですかね。苔はもうほぼ全部というか、もう全部ですね、自然界採取の苔を使っていきたいと思います。テラメイカパルダの粘着力が結構強くてですね、割とギュッてやっただけでしっかり保持してくれるので、造形くんよりいいんじゃないかなって思ったりしています。色味もいいですし、今植えてるのはフィカスブミラですね。沖縄でもどこにでもあるやつでしたね。しょっちゅう見るのでちゃんと植えていきます。うん、一気にバーンって飛びましたが、苔を夢中で張っていたら撮影を忘れておりました。まあ、全部種類は分かんないんですけど、ハウ系の苔を壁面に使うことでいずれ壁を覆い尽くしてくれるだろうという期待を込めて張っております。こんな感じですね、ギューってやるだけでほらひっつくんですよね。はい、そして大体植栽し終えました。後々追加したのは、下にある地道メグサと細葉オキナゴケ、あとセラギネラもちょっと植えました。はい、そして下にはですね、落ち葉を大量に引いていきたいと思います。安手とマイマイを入れるので食べてくれるかなというところもあるし、隠れ家にしてくれるという目的もあるし、何よりですね、前森を歩いて気づいたんですけど、下に苔びっしりってあんまないんですよね。だいたい落ち葉でびっしりなんですよ。なんでそれを再現するために仕上げとして落ち葉をぶんごり巻いていきたいと思います。はい、完成いたしましたので完成ムービーをどうぞ。いやー、めっちゃいいですね。それでは生態を導入していきます。南丸ヤスデなんですけど、こうやってキープしていくうちに、なんか1匹また1匹とポツポツ落ちてしまって、最終的には2匹になってしまっています。でもこの子めっちゃ可愛くてオレンジ色で好きなので、環境が落ち着いたりこの子たちがうまく育っていくようであれば、ヤフオクとかでお迎えをしようと思います。追加でゆったり石灰岩の上を歩いていますね。めっちゃ可愛い。この後すぐに枯葉に潜っていきました。もう1匹はずっと丸まったままですね。
はい。で、苔付きの枝ですね。おばあちゃん家で拾ったやつ。それも朽ち木っぽかったんで、もうちょっと古くなればみんな食べるかなと思って入れました。全体像。いや、いいですね。沖縄感あるかないかと言われれば、まあわかんないんですけど、白い石がある時点でもう結構雰囲気出てますよね。はい。そして、シュリケマイマイですね。入れた後、霧吹きして数十分置いていたら、活動を始めてくれました。ゆっくりテラリウム内を歩いてくれてるのがめちゃくちゃ平和でしたね。なんかもう平和なんですよね。カタツムリって。まあ、壁面をうんちで汚す以外は平和ですね。はい。ということで、今回はシュリケマイマイと南マルヤスで自然採集個体のために沖縄の琉球石灰岩を使って森のビバリウムを作りました。めちゃくちゃ満足いってます。最高です。残りの時間はマイマイがゆっくり歩いてる姿をお届けいたしますので、私はここら辺でおいとまいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、温かいコメントをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。